ナシオカレディオ。従業員の皆さん、こんにちは。ナシオカ工場長です。寒い夜に震える中、真犯人フラグのせいで月曜日の寝不足に悩まされる、そんな日々を送っています。心がキラキラしない月曜日は影ですね。さて、心がキラキラしないといえば輝きの世界。今日はそんな輝きの世界についてお便りを一通紹介したいと思います。工場勤務の梨岡工場長さんからいただきました。梨岡工場長、お疲れ様です。お疲れ様です。以前からずっと疑問に思っているのですが、輝きの土、やけに花の育ちが良くないですか？あの土怪しいですよね。というか教団が怪しいですよね。検討よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回は今注目を集めている輝きの世界についてピックアップしていきたいと思います。新興宗教である輝きの世界、一体どんな秘密を隠しているのでしょうか。輝きの土、願いを込めて土をまくと花が咲いて願いが叶うと言われています。輝きの大秘、花が咲かないと答えたみずほにバタコさんが、輝きの対比っていうのもあるんだけど追加でどう？と言います。輝きの土を取り扱っているくらいなので、対比の取り扱いがあることは不思議ではありません。対比といえば、とあるニュースをご存知ですか？2019年、アメリカのワシントン州で人間の遺体の対比化を認める法案を可決。アメリカ以外にもスウェーデンでは一足先に人間の対比化が合法とされています。対比層は仮想や土層とは異なり、地球に優しいサステナブルな方法として注目されています。もしかしたら輝きの世界では、あの山に信者の影かっこ人間を埋めて、それを対比として販売しているのかもしれません。影は土に返し、花を咲かせる対比に生まれ変わるのです。金銭花の花、輝きの土から咲いた花が金銭花。そして16話で棺に敷き詰められていた花も金銭花。意図して金銭花が咲いているのであれば非常に興味深いです。金銭花の花言葉は、別れの悲しみ、悲嘆、寂しさ、失望。あまりいい言葉ではありません。そしてギリシャ神話にも金銭花が登場します。太陽神アポロンにかなわぬ恋をした水の精クリティの悲しい物語。クリティはアポロンがレウコトエ女王と恋仲であることを妬み、レウコトエ女王の父に密告します。怒った父はレウコトエ女王を生き埋めにしてしまいました。自分の行いを恥じたクリティ、9日間地面に座ったまま空を過ぎるアポロンを見つめていると、クリティは金銭花に姿を変えたと言います。ここでも土に埋める話が出てくるんですね。還元どっちの間、真っ白な部屋、影を立つための真っ白な部屋。あれは簡易的な白夜の役割を果たしていると考えます。白夜とは太陽が沈まない明るい夜のこと。ずっと明るいということは体内時計が狂い、うまく睡眠が取れず熟睡が遠ざかっていきます。睡眠を取れないということは正常な判断ができなくなっていきます。影を立つために軽い拷問にかけるような部屋でしょう。あの部屋に実際に入れられた松山くん、お疲れ様です。輝きの世界では、心がキラキラしないものはすべて影と言われています。皆さんの影は一体何ですか？私の影は冬なのに柔らかいチョコレートです。それではまたお会いしましょう。梨岡工場長でした。